さあ、それでは、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムの続きやっていきます。というわけで、現在はトロッコ崖の近くにいます。さあ、ここからトロッコランド近くまで行きましょう。確かここだったはずだけど。はい。南採掘場。ふう。お。よし。さあ、まずはコログを発見して、とりあえず、誰かおらんか？意外と閑散としておる。閑古鳥が鳴いちゃう？トロッコランド。あ、いたいた。ゴロンティア人コロ。あ、お兄さん、また僕のこと追っかけてきたコロ？そのしつこさを認めて教えてあげるコロ。実は誰にも秘密なんだけど、僕、昔のゴロン族が住んでたって言われてるゴロンティアを見つけたコロ。本当に？しかもなんと、ゴロンティア人付き。ゴロンティア人。それはゴロン族とは違うの？ゴロンティアはこの洞窟コロ。奥にくるくる渦巻きの不思議なレールがあって、あれはきっとゴロンティア文明の乗り物コロ。そして奥にいる人たちはきっとあれを作ったゴロンティア人コロ。くるくる渦巻きで遊んでて楽しそうだったコロ。今度僕を混ぜてもらうコロ。今度って言わず今言ったらどうだい？僕最近ゴロンティア人たちの観察をしてるコロ。ゴロンティア人はずっと洞窟の中にいて、時々洞窟の奥にあるくるくるレールをヒューンって降りて遊んでる頃。降りる？僕も混ぜてほしいけど、本物のゴロンティア人と喋るなんて緊張しちゃって声をかけられない頃。わかる気がするような。じゃあお兄さんが先に確かめてくるからね。いいのかい？ファーストコンタクト。お？発見。南採掘場。トロッコランドじゃない。お？なんかどこかで見たような。なんだかわからんが。笑顔はトロッコから。バケット、ヒール、カベータ。懐かしいな、この3人。お客様1名ご案内。弟たちよ、準備はいいごろ。せーの。朝から朝まで、いつでもスマイル。おい、カベータ、お前だけ笑顔がぎこちないごろ。君たちの方の笑顔はなんかいかついんだけど。いやー、ぎこちないのは兄ちゃんたちの方がろ。おい、お客さんの前ごろ、スマイル、スマイル。じゃあ、最初からごろ、せーの。朝から、朝まで、いつでもスマイル。ここはトロッコランド。テーマはトロッコ&スマイル。安心安全の4組プロデュースかな。遊び方は決めて簡単。ここからトロッコでスタートして、制限時間内にこの洞窟の中の的を壊すごろ。的を壊す？的は風船だから弓矢でも壊せるごろ。ただし途中でトロッコから降りたら失格ごろ。時間内に的を5個以上壊したらクリアごろ。
トロッコはそこにある俺たちの愛車を使う頃、他のトロッコを使うのは認めない頃、トロッコをスタート地点に置いてお客さんがトロッコに乗ったら開始頃そして今ならなんとオープン記念で初回プレイは無料頃、なんとしかも矢を10本プレゼント頃、わーい。ん？カベーター、なんでお前はそんなにスマイルが下手頃？ん？そんなんじゃお客さんが怖がる頃、いいか？スマイルってのはな、こうするんだい。騒がしくて悪い頃ね。さあ、あとはトロッコに乗り込むだけ頃。レールの上に置くのはセルフサービスだ頃。開園、トロッコランド。ユングミプロデュースの娯楽施設トロッコランドがオープン。制限時間内に的を5個以上壊したらクリアとのこと。トロッコをレールの上に置いて乗り込むことでゲームスタートとなるらしい。ほう。ごめんよ、兄ちゃんたちの顔怖いごろ。あれで笑顔のつもりなんだごろ。ユン社長からトロッコランドを任されて意気込んでるのはいいけど、気合い入りすぎごろ。ゲームをしたかったらバケットに話しかけるごろ。顔は怖いけど怒ってるわけじゃないから安心してほしいごろ。スマイル。俺たち三兄弟のように笑顔になりたければバケットに話しかけるごろ。いつでも楽しくトロッコランド。わからないことがあれば何でも聞くごろ。何でもない。はい。じゃあ、2連休とかも使っちゃっていいのかな。まあトゲボコ読みでいっか。うん、制限時間内にってことか。よっ、準備はできた頃。完璧。それじゃあゲームを始める頃、的を用意するからちょっと待つ頃。爆弾矢とか使った方が、あ、でもここ熱くていきなり爆発したりしないかな。そんなことはないかな。うん、とりあえず普通に。意外と飛ばない。あれ、あー、いきなり外してしまった。こういうのは次の次を狙っていく。全然間に合わないやつ。うわー、よっ。うん、結構難しい。えい。レールには当たらないようでそこは助かるごろ。お、なに、しまった。くわ、これはまずいごろ。騙された。えい。なるほど。結果発表ごろ。今回お客さんが壊した的の数は10個ごろ。スマイル。すごいごろ、クリアごろ。いかんいかん、驚きすぎてついスマイルを忘れてしまった頃。いや、すっごい普通にスマイルでしたけど。これは商品頃、最高のスマイルで受け取る頃。俺今こんな顔してますから。スマイル。よん、お客さん、まだまだスマイルに余裕がある頃。実はそんな中級者向けにハイスピードなコースを用意した頃。興味があるなら今度は俺に声をかける頃。まさか上級まである。なんだ、早打ちトロッコゲーム。初級コースをクリアしたところ、ヒールから中級者向けに用意したコースを遊ばないかと誘われた。じゃあどんどんやっていこうかな。トロッコランド、どれだ。あった、
昼から、あ、さっきと変わんないや。うん、じゃあクリアするだけクリアしてみよっか。壊れそうなやつはもう捨てちゃおっかな。素早く構えられるやつがあるといいんだけど、これだったかな。速射、よし。俺のトロッコゲームは中級者向け、バケットのとは一味違う。早打ちが勝負のゲーム頃、遊んでいく頃、はい、クイック、素早い返事だ頃。よし、じゃあ遊び方を説明する頃、トロッコに乗りながら7個の的をできる限り素早く割る頃。もちろん降りたらダメ頃よ。1分20秒以内に割れたらクリア頃。降りたらダメって言うけど、7個目はもうバッと飛び出してやっちゃっていいのかな、どうなんでしょう。うん、はい。ああ、今回も最初は無料、矢もつけるから気兼ねなく楽しむ頃。はい、よ、ステージ間内に7個の的を壊せばクリア。あんまりさっきとあんまり変わんないよねみたいな。でも違うのかな、配置が。うん、いい感じ。あー、外した、これは痛いぬ。これは難しいな。23秒43、なんかせめて23秒45だったらよかったのに。ファーストすごい頃、もうクリアしてしまった頃。いかんいかん、驚きすぎてついスマイルを忘れてしまった頃。これは商品頃、笑顔で受け取る頃。兄ちゃんたちのゲームをクリアするなんてすごい頃ね。僕、お客さんのトロッコさばきを見て超難関のトロッココースを思いついた頃。その舞台はなんと、デスマウンテン頃。なんだって？僕は先に行って準備しとくから、お客さんも後で来てほしい頃。超難関デスマウンテンコース、まさかの。カベータが超難関のトロッコ構想を思いついたらしい。その舞台をデスマウンテンとのこと。デスマウンテンの頂上で待ってると言い残し、カベータは去っていった。へえ。スマイルアゲーン。うん、なるほど。ちょうど真ん中の中級者コース、ちょっと待って、やらない。はい、なるほど。とりあえずでもなんか探そう。レールの上を歩く練習、こっちか。お、よし、おったおった。よし、さあこれで南採掘場洞窟はクリア。うん、全部的を取るっていうのも面白そうだけど、まあ今はやんなくてもいいかな。よし、じゃあ戻ろう。ん？この宝反応はな、あ、こんなところにあった。
よかった、ちゃんと見て。石打ち、石打ちが多いな。とりあえず何かと交換しておくかな。うん、ぽい。そしてぽい。ふう、いやー、空気が美味しそう。さあこれは、というか現在地は南採掘場の上の方。うん、この先はちょっと気になるかもね。あー、でもなんか遺跡片があるだけ。わっと、さて怪しげなところはないかな。うん、こいっちゃなんだけど、意外と上からは見てもあんまりわからない。ふう、なんもない。来て損したごろ。怒りのトロッコ、トロッコじゃないや。おお、ゴロゴロドーン、すごい。見た目はすごい。しばっ。うん、こういうちょっとなんていうの、ひさしになってるところとか奥まったところにコログがいたりするから侮れない。お、でもこの宝箱は違うところかな。こっちは南採掘場の西側。これなんか取りっぱぐれてる。とりあえずコログのとこに行きたいけど、宝箱も気になる。上方向に、ん、まさか、あ、違うわ。うおー、高い。なんとか行けないかな。無理か。なかなか厳しい。もうちょっと天井っぽい感じになってもいいじゃん。頑張れ、走れ。ここでどうだ。なんか今交渉があった。ふう、上か下かわからなくなっちゃった。ん、上、上だ、上だ、まだ上だ。そこは交渉だったね。あれ、武器、はい、気象交渉はもらっていきましょう。この辺り一回来たから多分取ったことあるやつだと思うんだけど、なんか反動が鈍いんだよな。どういうこと？え、そっち？そこのじゃないよね。じゃあどこの宝箱だ？全然覚えがない。ん？あー、そういうこと？なるほど、こりゃ分からんわけだ。結構遠くに行っちゃったな。
ああいう宝箱って赤い月が復活、いや赤い月で復活するとまた宝箱も復活するのかな。そういう手で来たか。なんかおかしいと思ったら、なるほど。しかも結構なんていうかルートがね広い。これはあれ、あそこだ。うん、ちょうどこっちに来てくれればな。お、来た来た。よし、よっ。まあまあ嬉しいかな。うん、取れたことが嬉しい。ん、うん、なんかやっぱり宝箱はちゃんと開けて中身取り出すべきだなと思った。一回来たことあるよねとかちょっと混乱しちゃうから。こことかもそうなのかな。ちょっとどこに置いてあるか忘れちゃったけど、もう強引に見に行こう。なさそうだけど。わあ、え、いっぱいある。え、ここ来てないってこと。さすがにこれは見逃さないでしょ。いや、見逃せるのか。錆びた盾。ほい。で、あ、これをポーチから出すが選べない。来てるよ。めっちゃ来てるよ。お、結構嬉しい。なんだ、普通にここ来てなかったんだ。なら仕方がない。うおー、なんか危ない、ちょっと危ない。これは絶対無理なやつ。あれ、まだ宝箱あるぞ。痛い。相変わらず命中率高いな、あれ。すごいな。ふう、意外とさ、見てなかったんだねって。しかもコログからどんどん離れていってしまう。これはそこの拠点のやつか。じゃあちょっくらパパッと取っ、あれ、なんか反応が違うぞ。下下、待って待って、よし。これをさ、ちゃんと取っておかなかったから悪いんだ。やっぱり洞窟の中にある宝箱はちゃんと取っといた方がいいよね、中身を。よし、じゃあいらないやつこれでいっか。よし、オッケー、戻ります。さあ場所、うん、そっちも行きたいけどね、コログがあるから。じゃあ通る。さっきからなんかこう行きたい方向とあべこべな方に行ってしまう。本当はね、ここに行きたかったはずなのに、いつの間にか反対方向に。よし、これはここかな。あ、2箇所ある。うん、
あれ？ん？ああ、全然ずれてる。こことここの間だと思っちゃった。うかつ。おお。よし、まあクリアできたから、オッケー。あんなところにも敵がいるよ。さあ、現在地はここ。気になるところではあるけれど、まあ後で調べておきましょう。で、ここにいるコログを回収するためにワープ。さあ、先ほどは無視してしまったモリブリンたちだが、今回も無視いたします。どのあたりだったかな？ここかな？あれ違う。ん？ここか。あったー。通れるフコログ。よし。さあ、無事、コログも回収できたところで、レストラン。レストラン行ってない。南採掘場上は、後で見るとして、レストラン行こう。結構遠いなぁと思った。はぁ。ん？どうしたあんちゃん、もしかしてこの洞窟に入ろうってのかい？話変わんないな。ああ、お、そんな立派なもん持ってるお前にはいらぬ世話だったかな。ちゃんとその大化の石鎧とかちゃんとわかるんだ。ん？てかあんちゃん、もしかして老水は狙いかい？老水ははあることはあるが、ここは足場が崩れちまってるから危ねえぜ。へえ、美味しい岩から老衰岩に変わったんだ。なるほど。お、シュチ肉リンゴロ。何の話？目の色も戻ったし、やっと元のアニシャンになった頃。アニシャンの夢は老衰岩でシュチ肉リンなんだ頃。老衰岩？子供ゴロンからお年寄りゴロンまで、全ゴロンみんなが大好きな食玩ゴロ。この辺の洞窟でも取れてたらしいけど、足場が不安定で運び出せなくなったってアニちゃんが言ってた頃。だからアニちゃんは老衰岩を掘り当てるのに必死なんだ頃。そんなところからポロッと出てきますかね。まあやらないよりかはいいけど。この辺の洞窟から老衰岩が取れるってことは、穴掘れ場が出てくるかも、ゴロ？あ？この辺の洞窟から老衰岩が取れるってことは、穴を掘れば出てくるかも、ゴロ。ということ。自分だけの老衰岩洞窟を見つけて、一山当てて、ごちそういっぱい贅沢三昧、すなわちこれ、シュッチ肉リン、ゴロ。シュッチ肉リン、シュッチ肉リン。シュチニクリンをこんな楽しそうに言う人初めて見た。シュチニクリン。はい。でも出てくるかもね。いっぱい老衰岩が出てきたら自分で食べられるし、欲しい人にもあげてお金に換えられるかも。というわけで、いらっしゃいゴロ。ハイラル一のステーキ専門レストラン、グリルビミダスにようこそ。出す、ん？ようこそ出すって言おうとしちゃった。ようこそゴロ、ビミダス。なるほど。ゴロン族の舌もハイリア人の舌もうならせる自信があるゴロ。ステーキが食べたいなら鉄板の上にあるハイリア人用のメニューから直接選ぶゴロ。でもお客さんがハイリア人でよかったゴロ。
今老衰和が品薄でゴロン族用のメニューがなかなか安定供給できないゴロ、自分じゃ取りに行けないし全く困ったもんゴロ。なるほど。ステーキレストラングリルビミダスでは老衰和が不足してゴロン族用の料理が安定供給できず困っている。シェフのバルダスに老衰和を持っていくと看板メニューをご馳走してくれるらしい。そんな話でしたっけ。うん、はい、買い取って。なるほど。んそうだ、お客さんは老衰は持ってない頃、譲ってもらえるならうちの看板メニューご馳走する頃よ。ほう、気になりますね。ほほう、140ルピー、お高い、お高い。うん、これが老衰和。お客さん、それはまだ火入れ中だごろ、触っちゃダメごろ。これ火入れ中なんだ。確かになんか灰色だけど。うん、なるほど。美食家のイートンさん、はい、完熟火打ち石の話しかないのかな。あ、はい、じゃあどうぞ。20個。はい、これは普通の火打ち石ばかりですごろ。はい、まあ今いくつぐらいあるんだろう。後で渡しておこうかな。226個。うん、10回ぐらいは渡せるかな。100個一気に渡すの方がいいのかな、それともやっぱりちまちま渡した方が当たる回数が増えた方がいいよね。100個中いくら火打ち石が混ざっててももらえる金額変わらないんだから、じゃあちょこちょこ渡した方がいいかなって思いますと言いながらここに来ましたが、この洞窟に入るのは2回目だよね。で、上の方はまだ全然調べてない。ふう、お、これが老衰和、たくさん持って帰ろう。美味しいわの時はたくさん持って帰ってもなんかちょっと微妙だったので、今度こそたくさん持って帰れるはず。あれ、あ、よかった、思い出した、こっちだ。ドサッと、なんかまああれだけど、はまって抜けない、抜けない。よし、あ、そっか、そもそもくっつけとかなきゃいけないんだ。へえ、なるほど。この不安定な状態で行かせようとする。よし、レッツゴー。じゃあそっちじゃない、そっちじゃない。あー、またやらかした、またやらかした。ちょっと待って戻ってきて。よっ、さすがに安定しない場所。よし、この宝箱どこ。よし、オッケー、持ってきたぞー。今度こそいっぱい。余計なもんがくっついてるとダメって言うんだっけ。そういえば、あ、お客さん、老衰和を加工して持ち歩くなんてセンスがいいごろ。あれ、そういった加工された老衰和は料理に使えないけど
手つかずの漏水輪を持ってるなら、ぜひ譲ってほしいゴロ。なるほど。はい。どうせなくなっちゃうんだろうなと思って、ちょっと悲しいんだけど。どうぞ。あ、このままだと俺の頭に。お客さん、この漏水はよかったら譲ってもらえないゴロ。譲ってくれたら、うちの看板メニューご馳走するゴロ。譲ります。助かった。助かるゴロ。じゃあこれはお礼の看板メニューだゴロ。焼き極上獣肉、結構嬉しい。うん、まだまだ漏水は足りてないゴロ。また持ってきてくれたらご馳走するゴロ。よく焼けてるゴロよ。やっぱり漏水輪だゴロ。シェフのバルダスへ漏水輪を渡し、看板メニューの焼き極上獣肉をもらった。漏水輪は常に不足しているらしく、これからも漏水輪を引き取ってもらえるとのこと。あ、やっぱりなくなってる。なんでだ。ずるいぞバルダス。ずるバス。いや、ずるダス。うん、ビミダスっていう店の名前、なかなかちょっと面白い。はい、というわけでとりあえずチャレンジはクリアできた。暇があったらまた持ってこようかな。狩りしてた方がなんかもうちょっと早く集められそうだけど。じゃあこれで行きましょう。この辺確かに行ってないね。あそこも行ってない。特にこれといって、ちょっと待った、止まって止まって。さっきあった宝箱反応はどこかに行っちゃった。うん、下から見上げるだけでは特にこれといったものは分かんないな。なんか基本的にあいつらってあんまり倒す必要がないというか、メリットがないよね。素材落としてくれるわけでもないし、せめてなんかルビーとか、あのくっついてない状態のルビー、加工されてないルビーとか欲しいでゴロス。うん、さ、南採掘場まで戻ってきて、これからこの辺りを見ていきたいかな。まあ一応持ち上げてみる。お、敵がいるな。うん、よし、怪しげなものはないかな。怪しげな敵はいっぱいいるけど。ふむ。やはり不意打ちで倒しても尻尾がもらえるわけではないな。ただ落としづらいだけか。よし、特に宝箱反応はないな。お、でもこれはもらっておこうかな。気になるファイヤーウィズローブ。
くらえ。お、大量。火打ち石も出てきちゃうから、こうやって壊してるとつい2発目でポカーンとやっちゃうんだよね。コログっぽいものはないのかな？ざーっと見ていってますけど、多少敵がいただけかな。お、宝箱。ここにあったの？気づかなかった。当時はセンサーを持ってなかったかな。ずっとここにあったの？それとも俺取り出したけど忘れちゃってただけなの？まあいいや。いやー、これは取り出したらなくなってるはず。よかったよかった。なるほど。まあでも一つ宝箱が取れたからいいでしょう。さあ、なんだかんだでなかなか目的地に行けないね。ここから東の方、チューンゴ湖目指していこうかな。よし、ダッシュダッシュ。さあ、ここから坂を駆け上がっていけばっていうところか。うん、行くぞー。これはもらいたい、もらいたいけど王家の盾がそもそも結構強いからな。威力15ぐらいなんてそんなにいらないかもしれない、実は。じゃあどうしようかな。王家の盾が結構さ、武器に使えるからなかなかそういうもんなのかもしれない。迂回しちゃおう。うん、というわけで裏道通って敵の拠点をスルーしていく。しかし宝箱は気になる。なので後ろから襲いかかる。よし、これは意外といけそうでいけないところだな。通れるウフでも行くのはなかなかちょっときついかも。うん、というわけで、ぽいぽい、そい、ダメか。ハイラルボックリー後からじゃなきゃ無理っぽい。ついでだから上の方に来て、あれか、高い。めちゃめちゃ気になるとこだけど、よくあそこに遺跡片がぐさっと刺さって融合してるな。これは馬宿だね。山麓の馬宿。なるほど。よし。これはこっちからやった方がいいのかな？
結構ゴーレムたちって気づきやすいのかな。あの密着判定がもしかしたら普通のボコよりか大きいのかもしれない。あ、寝ちゃった、ラッキー。トゲ鉄球ハンマー、木製とは思えないほど攻撃力が高い。まあ確かに高い、トゲ鉄球もついてる、いいじゃん。さっき落としたやつ、OK のやりつき剣はしばらく使わなそうだから、これ置いてっちゃおうかな。わあ、まあいいか。よし、わっとっとやっちゃった。まあいいでしょう、その敵倒さなくたっていいじゃんっていうお話。なんとなく気が向いたら戦いましょう。さあというわけで、敵の拠点を尻目にこの辺だね、チュンゴ湖目指していきましょう。そい、なに、かなり多いな。くっ、お、発見。おっとっと、わあ、チュンゴ湖、そういう、よし、じゃあやっちゃおう。ふん、カラフル。さあここは魔法の退場。ほい、どこについてるんだ、上か、あ、上だった。よーし、破壊能力の高いやつ、これか。熱っ熱っ、自分で炎つけちゃった、やめてー。よし、これ使えないな。よし、じゃあ普通に攻撃力が高いやつ、あ、そっか、これ使えばいいんだ。なんかすっごい滑る、やられた。どう、カモーン、パワーアップし直した。よし、ここで水の玉を食らえ。濡れました、すごい、全然違う。よし、夜光石のイワロックハートはなかなかこうキラキラ光ってていいけど、マグロックの方が攻撃力高いんだよね。でもマグロックは炎がついちゃうと困るな。というわけで、こうしましょうかね。よし、さ、それじゃあ、チュンゴ湖、ここは討伐、あとはどんどん東の方に行って、ここだね。よし、
ちょっと待って、東って言ったのに。なんだこれ、敵の拠点か。ささん、あれコログみてえな何かがあんだべ。なるほど。よーし。今回も結構コログ出てくる。お、下方向に感知。洞窟がある？あ、ここ洞窟だっけ、そういえば。なるほど。ダルボ池。拠点。なるほど。下に一旦潜ってってことか。あ、ビッグブーメラン持ってる。ビッグブーメラン持ってるからって戦う必要はないんだけど。もともと持ってるビッグブーメランでいいじゃん。ごめんなさい。おおお、お、ダイヤモンド。新しくまた巨岩砕き作ってもらうのも悪くはないかも。お、俺の丈夫な太棒が壊れてしまう。岩奥田殿はおられぬか。これは一旦ここに置いとこうかな。ワープマーカーとりあえず置いといて、使わなくてもいいからっていうのはいいよね。よし。さあこの辺り何かないかな。この真下が洞窟。そしてこの大きな、なんていうの、ホラー穴、下へとつながっている。この上なんかは特に気になるよね。というかここが祠なのか。お、ファイアライフ、ダイヤモンド、すごい。なーん、びっくりした。ギャー、ちょっと待って。五連休の獣王の意味。ギャー、互いにびっくりしてかわいそう。ほい。ふう、やっぱ出てきちゃうんだ。ちゃんと防具はつけてるな。硬くなろう。でもこれ攻撃力アップにもつながってるんだよな。まあいっか、どんとこい。あら、槍タイプだ。おお、なんか、分かりづらい。
今のでダメ。難しい。避けられはするけど。なるほど。よし、あとは至近距離で。なんか結構辛い。いいぞ。至近距離の場合はかなり早くやっていい。ふう。どれどれ。正気の槍。なるほど。めっちゃ弓が気になる。よし、じゃあせっかくだからちょっと見てみよっかな。結構どれを置いてくっていうのがちょっと判断できないな。どんどん余ってしまう。でもこれは捨てたくないんだよな。これ風切り槍もちょっと残しておきたい。風切り刃は早く使いたいからこれにつけてるんだけど。正気の金棒付き金棒もういらなくない？これもしかして。もっと強いのあるからね。もうライネルに乗って戦うんだったらこれよりかこっちの方がいいから、もういらないなこれ。正気の槍、見ているだけで身がすくむ恐ろしい雰囲気の槍。ひとなぎで魂を刈り取るとも言われており、この槍を持つ者は徐々に体が正気に蝕まれる。威力40、すごい。こんな感じ。でたった今思ったんだけど、この槍よりかはこっちの方がまだ使えるなと思った。でもリーチがあるってのはそれだけいい面もあるよね。なるほど。じゃあしょうがないな、これ使うか。なんとかして、せーの、うー、だー、待ってよっ。石打ち、ほい。石打ちの耐久アップ大は結構そこそこ嬉しい。もうあんまり使わないと思われる武器はどん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 捨ててくか。しょうがない。トゲ鉄球ハンマーは後で新品にする。はっ、この使い方が一番。あ、いたいたいた、なんだって正気に蝕まれる。そんなバカな。鉱石を切っただけなのに。ぬう、なかなか使うのが難しい武器だ。なかなか正気の剣でその鉱石をね掘ろうと考える人はあんまりいないかもだけど、やるところもメリットもないしな。お、これはお、尻尾。ん？今尻尾が出たように見えたけど気のせいか。というわけで、ここか。ようやく見つけたぞ。発見。熱い。ユフィンコの洞窟。とりあえず。よし。青いやつ懐かしい。おりゃー。あれ？正気がかからなかった。なんでだろう。たまになるってことか。
まさかの正気の金棒でガーッめちゃめちゃ痛い。まだある。でーい。ユンボーユンボー、わあまだある。これはなぜユンボー引っ込んだ。やりたくないってしょうがないな。ギャー、まだある。ふう、お、ようやく見えてきた。まさか正気の金棒がなんかすごく掘削に役に立ってる。しかもこれ水晶。光が示す先に水晶を捧げをさせれば何時に邪を払う光を与えん。ユフィンコの洞窟に眠る水晶、あちらですね。これは何でしょう。おっと、あちゃグデーンとか言って、これ風いらないけど、ぬ放水柱。石打ち、またこれは最適。明かり花が大量にあるのは何か理由があるのかな。うん、なんかでもちょっと向こう滝の裏ってことか。なるほど。まあでもこれはひとまず置いといて迷いを探しましょう。ちょわあ、忙しい。どっせーい。あ、近すぎるとダメなの？そういうのあるの？ふう。ユンボーが大きいせいか、あの狭いとこに入れない。よーし。あ、いたいた。あーっと、ちょっと大変なところに落ちましたけど。あちゃー、取れない。取れる、よかった。今手で取ったの？熱くない？よし、とりあえずこれでこのん？でもお宝があるわけか。さすがに宝箱は捨ておけないな。この石打ちくんはもうダメだと思うんだけど、ちょっと待って。うん、繋がってるわけではないか。繋がってるのはこっちかな。ふう、ユンボーがいなかったらめっちゃ大変だなこれ。
あったー、意外と早めに見つかってよかった。ゴーレムの号泣。魔王の弓まだまださすがに強いってわけではないけど、どうしようかな。ゴーレムの号泣は置いてっちゃおう。こっちはつながると思うんだよね。わあ、気持ちいい気持ちいいけど、よし、ふう、これでつながったね。じゃああとは水晶を運ぶだけだ。これを、あ、なんだ、いいもんあんじゃん。リンクがどうやって向こうに行くんだいって話になっちゃうんだけど、これを浮かぶかどうかをチェックします。ぬ、う、浮かんだと言ってもいいのではこれは。安定しないな、しょうがないな。この柱とか使えませんかね。無理か。いいよ。結局これ。なんかこうリセットが、なんかリセットじゃないのが気になるんだよね。よし、これ一枚できれば。こうかな。よし、出発。これ石打ちでこの下の台壊せたらどうしようと思った。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょーっとこれはまずいのでは、まずいのでは一旦避けないとな、これと、あー、届かなかったどこ行きました、あのあたり。これは回り込むか、これ持ってよっ。よーし、毎回毎回俺これやってるな通る。わあ、放水柱であいつやっつけられんの。よっ、もういけそうだけど、よし、よかった。結局放水柱で来た方がなんか結果的には安定してたかもしれないなぜ俺はイカダに乗るのがこんなに下手なのか。よし、
モシャピンの祠。待って、これどう、このまま持ってったらいけるんじゃないか。捧げます。おお。ここはスキップしようかな。はや。そしてコンプリート。水晶を捧げてユフィンコの洞窟に隠された浜の洞窟じゃなくて浜の祠へ入れるようになった。よし、これがラウルの祝福ではなかったら逆に驚きだな。よし、オッケー。ゾナニウムの剣順、はい。いやー大変だった。そういえばトロッコランド忘れてる。よくここまで来たの。わしがトロッコランド行きたいと言ったらの、奥方もなんか一緒に連れてってほしいというか一緒に乗りたいと言い出したんじゃが、わし結構あの絶叫系は若干苦手なんじゃ。うん、トロッコってほらゆっくりごとごとと風景見たりしながら動くのが好きなんじゃが、なんか奥方は違うもの想像してるようじゃの。はい、さ、というわけでなんとかこの辺りは攻略できたかな。よし、これでん気兼ねなく次の目的地へと行くことができると言えなくもないのかな。この辺りはただの敵の拠点ではあると思うけど、宝箱はあるかな。宝箱ぐらいだったらかすめ取っていけそうかな。うん、結構なんていうか洞窟の中のなんか上に届かない、結構。あ、いけた。ふう、ここはどこだ。ん、あ、ちょうどこのこうなってるところ。うん、さらに上へと行きたい行きたい行きたい、上行きたい。よし、もう本当に思い残すことがないように行くぞ。実は結構あると思うんだけど大丈夫、後で自分で見るんで、自分で見るんでっていうか本来そういうものかもしれないけど。あー、頑張れ。なんかここ滑るな、ちょっと待って。いや滑るなと思ったら傾斜がすごい。この勾配を登っていけるだけでもリンクすごい。ふう、よし、じゃあ最後は大暴れしちゃおっかな。ん、なんだこれ、転ぐめいている。というわけでもないのかな。うん、よし、じゃあ行きますか。お、あれ、なんかそれはそれでこうなっちゃうとなんかね、うおーって行くはずだったんだけど。リザルブーメラン懐かしいな。これ撮影してなかったりして、してあった。よし、あ、バレる。よし、逃げよう。逃げようじゃないよ、攻めようだよ。でもなんか見つかってないとそろそろって行きたくなっちゃうのはなぜなんでしょうね。暗い風切り場、ささっ、左のやつに見つかっちゃいそうだな。
チャンス。まず一体こいつ振り向くな。さっき見たら見るなよ、こっち見るなよ。よし、さあ、あとは、あー、そういうやつ、これは見つかりそうだな。しょうがないな。よし、ドカンと。意外とチャンス。ウィー、他にもいるかな。あとはマクロックぐらい。よし、制圧完了。意外と見つかりませんでしたね。最後はうおーっていう感じの戦いになるかと思ったんだけど、見つかってないとついこそこそとやりたくなっちゃう。うん、ブレス・オブ・ザ・ワイルド以降ね、こうやって不意打ちで倒すっていうシチュエーションが、シチュエーションというかゲームシステムが基本的な部分に入ったから、なかなか狙いたくなっちゃうんですよね。武器の耐久度もこれで抑えられるなんていう感じで。うん、よし、じゃあこれでいいかな、いいのかな本当に。すごく名残惜しいっていうか。いやでもね、デスマウンテンは本当に楽しかったんだよ。あ、トロッコ忘れてた。トロッコはすっかり忘れてた。あの、なんていうか、思い出したらやりましょう。もう今からはさすがにできないから、きっと難しいだろうし。うん、よし、これでだいたいデスマウンテン周辺は OK ということにしておきましょう。気になるところもいっぱいあるけど、こういう交渉も後で破壊しておきます。じゃあ今回はここで一旦終わりにしたいと思います。さあ、それではまた次回よろしくお願いいたします。